10月8日火曜日の全国のお天気をお伴いします。前線南下に伴い雨のエリアも太平洋側へと移動していく予想です。日本海側は通勤通学の時間帯は雨が降りますが次第に止む予想です。ただたびたび雨雲が通過し1日を通して雨具が欠かせません。関東や東海にかけては本降りの雨となりますのでしっかりとした雨具お持ちください。北海道は隙間から日差しが届く見込みです。予想最高気温東京23度と前日に比べて大きく気温が下がります。その他のエリアも秋らしい空気に包まれますので服装選び十分にお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。